中鉄バス、中鉄バス株式会社、中鉄バスは、岡山県南部を営業エリアとするバス会社である。中国鉄道、株式会社として設立され、鉄道路線、現在の JR 西日本津山線、機微線を有していたが、戦時中の1944年に国有化されたため、バス専業会社となり、社名も1967年に、 中鉄バス株式会社と改めた。本社位置は岡山市北区中山下であり、王子は同地に本社ビルとして独自のバスターミナルを設置していたが、実際は設立時から現在まで、キビ線の沿線である岡山市北区の市宮地域近辺に本拠に準ずる関連施設、事務所や整備所を兼ねた営業所社庫。王子は整備工場や関連会社の統括事務所、 子会社である、中鉄観光や中鉄商事の本社などを設置している。1990年代後期頃までは、中鉄ストア、中鉄商事、中鉄不動産、中鉄観光、中鉄オートサービスなどを要する、中鉄流通グループを形成、統括する中核企業であったが、バブル景気などの時代の荒波に押され、かつての流星は見る影もない。余談になるが、 この時代においては、本拠となる、市の宮地域では、中鉄ショッピングセンター前、現在の市の宮東バス停や、市の宮中岸前、現在の美北バス、ご軒やしたバス停といったジグループ会社の施設を、ランドマークとしたバス停も存在していた。中鉄ストアは中鉄不動産を介してフレスタ、三沢南店、新見店、津島モール店など、山陽丸中、 一宮ドリームパーク店、中小マスカット店など、渡辺製船館、きびにわせ店など、グランドマト、さやま店に、賃貸、売却されており、かつての本部、中鉄ショッピングセンター敷地跡は、軽コーポレーションに売却されて、建物が建て替えられ、さすが家、一宮店、後、鴨モが建て一宮店となった、及び、山陽丸中一宮店の駐車場となった。 また、中鉄オートサービスは、トス、タスコーポレーションと名を変え、岡山市一宮から同市内の白石地区に移転された。移転前にトスコーポレーションが存在した土地は現在、白十字の岡山一宮店及び、その裏にある住宅分譲地となっている。またトスコーポレーションが移転直前まで運営していたガソリンスタド、当時は、伊藤中 NX オリジナルブランドは、 トスの移転と同時に、同業他社である、マティクスが引き継いで、昭和シェル石油ブランドとなり、国道百八十号を東に百五十メートル進んだ、一、かつての冬らーー一宮店の跡地へと移転して、運営を続けている。近年は、外資系金融機関等の支援により、経営再建も実りつつあり、近年では、新型車両の導入、岡山営業所、リサーチパークに、 自社用地に建設の新築、新ユニフォームの導入、新規事業として、貸し切りバス事業の再開など、新たなる展開が始まっている。一般路線バスは、岡山県共通バスカード、中鉄バス発行分、中鉄バス専用バスカード、2008年10月1日から発売が使用できる。ただし、国道53号線方面路線に対しては、使用不可。 バス路線は、かつて自社路線であった JR 津山線、紀備線沿線、国道53号180号線沿い、南部の岡山市、総社市、北部の津山市、真庭市を中心に、南部の岡山市から、北部の鳥取県境近くまで、岡県内に、広大な路線網を持っていたが、不採算路線を廃止もしくは分離市会社に譲渡した、結果、現在、高速バス路線を除く、 中鉄バス本体の路線網は、岡山市周辺のみとなり、最盛期に比べて大幅に縮小している。岡山県は、中小バス事業者がひしめき合う激戦区であるため、バス会社同士の関係は、必ずしも良好でない事情があり、中鉄バスは、天満やバスステーションに乗り入れないなど独自路線を、取ってきた。特に同じ鉄道事業出身である両村内グループ、両村内ホールディングス、 岡山電気軌道や下水電鉄とは意見が衝突することもあった。そのような背景の中、2003年4月に実施された中国 JR バス両祖内線の運行移管時の競技のこじれが発端で、両祖内ホールディングス、両祖内バス、岡山電気軌道、岡電バス、下水電鉄、家電バスとの間で競合関係が各地で生じていたが、 2016年1月31日をもって廃止された。特に、岡田バスとは、お互いの営業エリアに競合する新規路線を開設しあったり、岡山神戸間の高速バス、中鉄バスと新規バスとの共同運行に2005年2月から、同社初の高速バス路線を開設して、道路線に参入するなど、熾烈さを増していたが、両ソナグループ2社、両ソナホールディングス、 岡山電気軌道及び中鉄バスの3社が岡山県の公共交通システムを互いに協力することで合意したため2007年1月1日に岡山空港リムジンバスを中鉄は岡電バスの共同運行へ2007年1月4日には競合関係にあった港南飛行場、道西病院線を岡電バスに同じく競合関係にあった半田山ハイズ、津田課大団地船 免許センター線を中鉄バスにそれれ一本化し、中鉄単独で運行していた、新某万倍線と、伊豆田、福富西三丁目線、老彩病院松浜町天満や岡山駅系統については、岡電バスに運行を移管することとなった。二千八年七月二十二日からは、国道五十三号線で中鉄バスと岡電バスが、それぞれ運行する、半大山ハイツ、 津高台団地線、国立病院線、運転免許センター線、いずれも中鉄バス運行と、津高営業所線、岡電子運行の4路線を、両社の共同運行とした。この路線のみヘアアーカーを導入していたが、残りの路線は中止。2009年3月20日からは、中鉄バス、新規バス共同運行路線と、両ソナイホールディングス、2008年2月1日に、 岡山電気軌道から運行移管単独路線の2路線が競合していた倉敷岡山神戸線が中鉄新規両素内の3社共同運行路線へ移行した一方家電バスとは岡山空港リムジンバスで競合資料車の客引き合戦で利用者から苦情が出ていたが岡山県と中国運輸局岡山運輸支局が調整に入り 2005年6月1日から、家電、中鉄2社の共同運行となった。また、テレビ瀬戸内と岡山ネットワーク、オニビジョンの設立に寄与し、かつては、両社の筆頭株主であったが、自社の経営難から1999年12月20日に、両社の保有株全株を、山陽新聞社に売却今日から撤退している。詳細は、各路線の記事もしくは外部リンクの、 中鉄バスウェブサイトを参照。内の記述は共同運行会社。これらの路線では、岡電バスと共同運行しているため、バスカードの代わりに、ヘアーカ全国総合利用サービス対応の IC カードの利用が可能。これらの路線では、バスカードの利用が可能。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。